ロンドンオリンピックから4年、金メダリストは今プロで上に行く難しさに苦しんでいる。次のオリンピックは今年来る年ですし、プロである以上もっと見せるような試合をしたいなと思ってます。プロデビューから2年半、戦績は8戦全勝。去年11月にはラスベガスデビューも果たした。憧れのリング、試合は村田が終始優勢に進め勝利。しかしただ勝つだけではネームバリューは上がらない。まあ結果として倒さなかったことですよね。打ち込みは激しかったですね。現在4つの団体で世界ランク入りしている村田、王座挑戦の基準は満たしているものの、実現に至らない理由の一つがやはりノックアウト。まあやっぱり倒したいですね。倒しに行きたいし、村田パンチあるから面白いよって言ってもらえるかどうかってところだと思うので、プロボクサーとしての自分の価値だとか評価とかっていうのを上げていく、その金メダルと違うところで。今年初戦の場所は上海、南米の強豪との一戦を前に村田は一つのテーマを掲げる。リスタートしたね、金メダルがあるからやっぱりこれ注目させてもらってますけど、そこにすがっちゃいけないんだって気持ちにはやっぱりなりますし、ラッキーイヤーなんでね、まあ今年はいい勝負していきたいですね。ロンドンから4年、リオオリンピックイヤーに村田諒太がプロボクサーとしてリスタートを誓うリングに上がる。さあいよいよこの男の入場です。赤コーナー、 WBC IBF ミドル級5位、日本村田諒太入場です。昨年の11月、村田は一つの夢を叶えました。ボクシングの本場ラスベガスでのデビュー。しかしそのラスベガスで村田は悔しさを感じたといいます。空席の目立つ客席、ブーイングすら起こらない無関心、結果は判定勝利でした。試合後村田は最低の試合とこの試合を表現しました。こんな状況ではまだまだ世界は見えてこない、村田は話します。全てを失う覚悟で相手を倒しに行く。さあ2016年村田の初戦、狙うはもちろんノックアウトです。さあ村田諒太、2016年の初戦です。ここ成長著しい経済大国の中国、上海オリエンタルスポーツセンターから始まっていきます。この試合の解説は元 WBC 世界スーパーフライ級チャンピオンの川島博さん、そして WBC 名誉王者の西岡俊明さんです。お二方どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあまず川島さん、はい、この中国でこの大きな規模の開催ということになりましたが、はい、雰囲気いかがでしょうか。非常にたくさんのお客さんが入ってまして、村田選手にとっては非常にやりがいのある会場でありますし、やりがいのあることだと思いますね。さあそして西岡さん、はい、この中国での注目される村田諒太の2016年の初戦ですが、どのあたりが見どころになるでしょうか。そうですね、やはり五輪を制した時のような攻撃的なボクシングに戻したっていう発言、はい、コメントがありましたので、楽しみにしたいですね。村田は話します。金メダリストという肩書きを、そして全勝というキャリアをどこかで守ろうとしていた自分がいた。この1年は本当に勝負の1年になる、そのように村田は話しました。さあ村田が狙うはもちろんノックアウト。運命の第一ラウンドが今始まりました。さあこの村田諒太、試合前には KO を狙うというふうに宣言をしました。川島さん、はい、この村田ですけれども、はい、なかなかこう試合前にノックアウトということを明言するタイプの選手ではないんですが、うん、この試合に関しては明言をしてきましたね。前回いろいろな反省があってですね、はい、でまあ、今日の試合があるということではですね、非常に反省ということは非常に良かったと思うんですね、はい、なので今日も本当に積極的に、ね、攻めてますし、その KO を狙ってるんじゃないでしょうかね。さあそして川島さん、この村田ですけれども、はい、テクニックとしてはどのあたりがポイントになりますか。もちろん彼のディフェンスですよね、はい、まあ、もちろんこのジャブもそうですし、このディフェンスガードの硬さですよね、またそこからのボディ打ちなんか非常にいいんですね、はい、そして西岡さん、この村田ですが、はい、ポイントは今日の試合はどのあたりになってくるんでしょうか。そうですね、まあ、前回の試合は強化していたこう左ジャブへの意識が、ね、強くなりすぎて、はいはい、右ストレートの威力がこう半減していたと自分で分析していたところがあるので、はい、今回はやはり
若干前傾姿勢で右ストレートを強く打っていこうという意識が強いですよね。なるほど。ただこう前に踏み込みますとそれはそれでリスクを負うわけですよね。まあそうですね。ただ村田はディフェンスしっかりしてるんでガード本当に硬いんで、はい、まあ、そしてプレッシャーをかけて右ストレートを打ち込む、それがまあアマチュア時代の本来のボクシングですよね。さあ第1ラウンドは間もなく残り1分30秒を迎えます、うん、鹿島さん相手のこの、はい、右が炸裂しました。倒れ込んだアレハンドロベガです。さあ一発で終わらせてしまうのでしょうか。右ストレート切れてましたね。右のストレート素晴らしい抜きでしたね。中国のファンも静まり返るというようなそんな右のストレートでした。なんとか立ち上がりましたアレハンドロベガ。さあ立ち上がったこのベガに対して本当の村田亮太の強さを見せる、自分の原点回帰右のストレートの強さをこの中国のファンに見せつけるんだ。今のように話した村田、右は早かったですね。あ、そうですね。さあここでレフェリーが一旦間に入ります。マウスピースが出ましたね。マウスピースが落ちました。時計が一旦止まります。残り56秒です。さあ一度ダウンを奪いました村田亮太、一気に仕留めにかかるか。第1ラウンドです。相手のアレハンドロベガもこの早いラウンドでのノックアウトが多い選手、ね、さあここから一発逆転を狙っていくが村田です。右だ。やはりこの村田の右、うん、踏み込んでいます、うん、とにかく踏み込んでリスクを負って、この右がいいですね。金メダリストという肩書きを失ってでもリスクを手前に出るんだ、そのように話をした村田亮太です。少し笑みを浮かべました。右のストレートを打ち下ろしていく。結構このベガ選手相打ち気味で結構打ってきますので、はい、そこら辺のパンチを気をつけた方がいいですよね。逆にそういうことなんですね、はい、もうラフに打ってきますので、はい、ただちょっとガードが低い点がちょっと難点なんですよね、はい、この選手の。さあその下がったところ、ガードが下がったところにもう一度右のストレートを打ち込んでいくでしょうか村田亮太。さあベガの右、残り10秒、冷静に左を放ちます。踏み込んで右のストレート、顔面の上のあたりをすり抜けていきました。左の鼻のあたりから流血がありますが村田亮太、ここで第1ラウンド終了。村田亮太ダウンを奪っています。さあ具志堅さん、第1ラウンド早くも村田選手ダウンを奪いました。いかがでした？いやすごいね、右ストレートの体重がね、はい、非常に乗ってるんですね、はい、左に、うん、うわ非常にその攻撃的なスタイルになってきている印象もありますが、あプロのねなんかスタイルになんかだんだんと近くなってきたね、はい、ちょっとこのままの勢いでいきますとこれ3段目まで持つかなそのぐらい圧倒していると。いやもう効いてますから、井上選手はどうご覧になってますか？やっぱ倒そうっていう気持ちが前面に伝わってくる戦いぶりですね、はいはい、ちょっと今までと違うかなっていう感じは。まあ全然違いますね、気持ちっていう面で、はい、すごく違ったところが見えてきます。現れている、はい、具志堅さんは3ラウンド持たないんじゃないかというお話ありましたが、井上選手いかがですか？いやもう前半勝負じゃないですかね、はい、ラウンドで、はい、さあではこの後第2ラウンドをお届けします。村田亮太の第2ラウンドです。1ラウンドで相手をダウンさせました村田亮太、右のストレートが火を吹きました。さあこの中国上海のお客さんの前でどんなインパクトを見せるか第2ラウンドです。ガードを固めて左を放ちます。さあ鹿島さん、はい、村田ですけれども、うん、これは KO を狙っていい頃合いでしょうか？もちろんですね、まあ、流れの中で本人も言ってますように、はい、流れの中で倒してほしいんですけども、はい、あんまり強引に行くとですね、この相打ち気味の右ですよね、はい、ベガはそれで何回も倒してますので、はい、そこら辺のパンチをやっぱ気をつけながら右ストレートを決めてほしいなと思います。さあ左です。まあ、1ラウンド目、はい、村田の右が決まったので、まあ、ベガはこの右にも警戒しているので、はい、やはりセコンド陣も今言ってるように、まあ、左のジャブからまた崩していきたいですよね。左のジャブ、ラスベガスではその左に固執しすぎたというふうに話をしました。右を使うための左、これを練習してきたという村田亮太です。このベガは状態が非常に柔らかくてですね、はい、パンチを殺すのがうまいんですよ、ですからね、まあ、ちょっとやりにくい面あるんですけどね、はい、やはり左ついていきたいですね村田、はい、村田はこの自分よりも身長の低い相手とやるのに少し苦手意識、攻めあぐねてしまうという意識があるというふうに試合前に話をしていました。ただ今右の打ち下ろしは良かったですよ、はい、この小さい相手に対してどうパンチを当てていくか、そこに重点を置いてトレーニングを積んできました。この右にね、ちょうどダッキングするときの右を決めてほしいですね、はい、打ち下ろしの右ですよね、はい、これが先ほどもこれから打つときに右のカウンター決まりましたからね、相手が動いたときに、こういう右ですよね、はい、右の打ち下ろし、
あ、右だ、まあ、今右の上手はほぼ当たりますよね、はい、あのベガの左下がってますからね、はい、ベガが右を放つときに左のガードが少し下がります。そこにパンチを打ち込んでいく村田亮太です。内原さん右だ、うん、この右ですね、顔面を捉えた、効いてますよ、効いてる、踏み込んでの右左、返しの左ボディもうまいんですよ、はい、やはりこの右のストレートに注目が集まりますが、西岡さん、やっぱこの村田はやっぱりボディ、これですよね、うん、このボディでね、相手のスタミナを奪うのがうまいんですよね、はい、オリンピックメダルを取ったのはこのボディです。ラスト1分ね、残り時間1分、第2ラウンド、右のボディストレート、冷静に相手を見ていきます。あ、動き止まりましたか、今聞きましたね、はい、右のボディ、さあ動きを止めて、そして右打ち下ろしたダウン、右の打ち下ろし、これは立てないか、立てません、レフェリーが試合を止めました。おお、ガストン・アレハンドロ・ベガのテンプルに打ち込んだ右の打ち下ろし、涼しい顔です村田亮太、笑顔は全く立てません。これが金メダリスト村田亮太の右です。自身の宣言通り、今回は自分の原点回帰、右のストレート、あるいは右のクック、自分の右の強さを中国のファンに見せつけたい、そのように話をしていました村田亮太。これまでいろんなボクシングを試していて、はい、で、まあ、左ジャブを磨いたり、フットワークを磨いたりしてきた中で、はい、そしてここで原点に帰って、あの自分らしいボクシングをして、はい、右ストレートで決めたと、素晴らしいボクシングでしたね、はい、そして西岡さん、守りに意識がいくとですね、ボクシングもこう縮こまってしまうので、はい、やはり挑戦、必ずもう世界を取るんだという意識でね、こうやって攻めていくという姿勢がこういい結果につながったと思いますね。いや、見事2ラウンドで KO 勝利を飾った村田選手ですけれども、ここで試合後のインタビューが入ってきたようです。速報でお伝えします、どうぞ。右の威力はやっぱりスパーリングでも今回よく倒してたんで、そのあたりは良かったかなと思います、はい、でも一回倒してからジャブ忘れてすぐに打ちに行っちゃって焦ったりしてパンチもらったところもあったんで、まあ、反省するところは反省して次に生かしたいなと思います、まあ、今年ね、それこそ世界年末にできればって話もありますんで、そこを見てやっていきたいと思ってます、はい、チャンスが来れば逃さず、逃さないです、はい、はい、ありがとうございました、シェイシェイ、お会いにさあ、まず今年中に年末に世界挑戦という言葉がありましたけれども、はい、吉健さん、これ聞いていかがですか。僕もやっぱり年内できるんじゃないかと思ってましたね、はい、だけど今日の試合見たら、はい、いけるんじゃないですかね、はい、井上選手は今の言葉聞いていかがですか。いや、もう十分可能性はあり得ると思います。今日の試合はもう世界に向けて十分アピールできたと思うんで、はいはい、いいアピールになりましたね。なりましたね、では改めて試合について伺ってまいりたいと思いますが、吉健さん、今日の試合をご覧になっていかがでしたか。ですね、前のと違うところはね、はい、体重がね、非常に乗ってるんですよね。今まで後ろに乗ってたのが前で、やっぱり、はい、口ではなかなかね、ちょっと前にお越しいただいて、実演していただけるんですか。はい、デビューから見てるもんでね、はい、アマチュアの出身だから意外とね、はい、スタイルがこうなるんですよね。体重が後ろに乗ると、はい、だけどやっぱり今日の試合はやっぱり重心が左の方に体重が乗って、はい、で右ストレート打つ時が、はい、しっかり体重が乗ってるんですよ。それで破壊力もつくし、はい、当たる確率も高いんですよね。あ、踏み込める分、まあ、パワーも乗ってリーチも伸びてくるってことですか。はい、これまっすぐだったのが前傾になったことで、そう、今までやっぱり届いてないんですよね、右ストレートがずっと見とったら。今日の試合はしかしすっごく確率は高い、そのやっぱ右に乗ってるから。なるほど、はい、実際ありがとうございます。ありがとうございます、わかりやすく